戦場やな今日は。めっちゃショールな。めっちゃショールな、うん、結構足場も大きかったからな、うん、鉄筋コンクリートでちょっと爆裂も多い、うん、鉄筋はな鉄筋ってあるやん、うん、そうなんやな、うん、ちょっと今日水原ショールから一旦ちょっと見てみようかなと思う、うん、見てみましょう。そうやな、行こうかな。大きいな、池が。でかいなあ。これ陸やね。陸やね。防水は？防水はもともとしとって、で、あ、見たらわかるんやけど、うん、これ FRP 防水してたんやって。ああ。あの、押さえアングルあるやん、金の押さえ金物。そこの際が全くコーキングされてなくて、多分そこから水が入って、なんか爆裂しとるって。そんなことあるんや。そうそう、そんな感じやった。その現地調査行った時に、で、見とったら、うん、そこかなっていう感じ。てか、その防水層自体は生きとんやって。そこから水が入るために、そのコンクリートとかが爆裂したって感じ。それね、アングル打っとるビスから、うん、ビスからの隙間、隙間アングルの、うん、見てみたら分かる。コーキング専業者おるんやな。そうなんやって。そこはダメやろ。そこは絶対いるやろ。見て見て、ほら、ほら、全部どうせ塗装するけん、いくで、ほら、こんな感じ。うわ、そう、これ多分水が入ってるよね。上見てみる。ほら、これ防水自体は行きたい、うん、で、こういうところ、そこ、ここ全然入ってないんで。そこはいるやろ。やろ、ビスの頭とか、うん、こういうとことか全く入ってないんで。あらあらあら、そこは原因は。これはダメ、うん、ここのジョイントとか。そんなことある。そうなんで、ここはもう雨漏りするやろ、うん、防水自体結構な、そんなに傷んでないんで。これトップだけ。じゃあ、うん、今回するのはトップだけ。あとここのコーキングも絶対。絶対や、うん、それしたら、最初お客さんに現地調査の時来た時に、うん、雨漏り自体はしてないけど、そのコンクリートがこう爆裂とか塗装が膨れとるって言われとって、でパッと来た時に防水は生きとって、うん、これって全部 やれかえ買ったらいかんのかなみたいなの言われて、でずっと調査しとったら、まあ、ここ防水層は生きとるから、うん、まあ、こういうところをきちっと補修すれば治りますよっていう提案で、でちゃんと雨漏りも止まるし、なおかつその予算も低予算で収めれるっていう感じで、でお客さんも提案したらすごく喜んでくれて、でその予算を最初シリコンにしようか無機塗料にしようかって言ったんやけど、そこの予算をあえて無機塗料で持っていって、外壁はグレードアップしてっていう感じ。なるほど。そう、これ防水やり替えやったらえらいことになる、ね、そう、結構金額的にも、うん、ちょっとすごいの面積大きい。そう、上もあるからな。うわ、そう。よし、狭いな、ここ。めっちゃ狭いな。超やりにくいな。足場はどう？やりやすい？うん、まだ分からん。あ、狭い。あ、組むんがむずいんか、この辺。あ、ここは狭いんか。あ、そうなんや。あ、ここジャッキちゃうんやな。
これは塗らんの？こっちは塗らん、うん、こっちは塗らんから、うん、めっちゃ狭そう。 俺邪魔やな。邪魔や。この辺も全部塗るんやけど、これな、まあ、これはあんまり塗装すればいけるんやけど、うん、あとこの上なんだな、この上も少しあるんやけど、はいはい、こうポリカ、波板は別にこうやり替えすることないから、その一応外しただけでもやっぱ割れるやん、割れたらやっぱ張り替えせんといかんから、うん、で一応コンパネ引いて寝そべりながら縫った感じ。あ、しょうがないな。そう結構大変やけどな。うん、木は？え？木触らず。木はこれ触らず、うん、まあこれはエアコンスリムダッカーを塗るしちゃう。ちょっとこれ見てん。いや何これ、すごい、もともと何これすごい、こんな形なんかなって思うぐらいの。何これ、うわ、うん、もう全部水が入って、うわ大変。うわ、この辺とかすごすごいな、こんな初めて見た。こことか、うわうわ、水が入ってるって感じだよ、プニプニ。うわすごい。サビとんな、今日も浮いとる、ちょっとして、ちょっと浮いとるな。あ、浮いとるわ。網戸は、あ、破れとんな、これこれはちょっと張り替えてあげんとな。うん、これはちょっと、そう、意外と傷んどったら水洗いするだけで飛んでたりとか結構あるからな。うん、ちょっとこれ、ところどころ浮いとるな。ここはまあでも、ね、今多分こっち側多分やばいと思う、うん、こっちはちょっと案外こういうただただボコってなってるだけで浮いとるように見えるけど浮いてないよ。そうそう、キワパラペットの部分だけなの。あれやで、あれやで、ふうかあれやって、あれあれを何してこれしてって言葉が出てきてないやん。かかる前にもう片取ってんやけど、あ、そこのドマンとこ、はい、あ、結構ゴミ拾多かったん。あそこなんか敷いとったんですよ、うん、まあ、洗うんで、うん、もう全部もう片取ってくれて。あ、そうなんや、なるほど。これちょっと水洗い結構あるな。大変やな。あ、上終わったんや、うん、結構やっぱパラペットやな、傷んどんが、うん、ここ確実に、確実にちょっとこれ取っていいんですけど、あのすごい隙間があるすごい隙間がある、ここ見えるかな、うわ、映るかな、すごいな。まあ FRQ トップはもう劣化しようなと思って、うん、でも結構これ上側結構ギリやな。こうメッシュが見えとるってギリやな。ここが見えとるから、もうあのジョリエース、あ、ジョリエースの樹脂行ったことない、トップしかない。あ、そうなんや、樹脂があるんや、はい、茶色っぽいやつ、茶色っぽい、茶色っていうか飴色みたいな、こんな感じ、こんな感じ。トップは硬化剤、硬化剤は一緒の硬化剤なんて、はい、で混ぜて、混ぜたらあの硬化、あの普通のトップで別に色変わらんやろ、はい、樹脂ってあの混ぜた瞬間に色がこう変わる、白っぽくなるんて、うん、だけど混ざったのがよく分かるんやけど、トップって分かりづらいやん、はい、うん、そう、
結構変色する。塗り終わって余ったそのジョリエースは水張っとかんかったら燃える。樹脂が燃える。こうめちゃくちゃ高温になるやん。お湯になるけん水が。ブクブク言うよ。やろ。そやな、トップよりもまだきつい感じなする。乾いたやつ普通に凶器になるぐらい硬いけん。チクチクはせんよ。チクチク、こいつがチクチクするけん別にマット張るわけじゃないから、チクチクはせんよ、うん、せんとこ。あのだけどその材料使うんだったら死んだ武器せなあかんけど、あのけれんしたらチクチクするけど、多分せんでもいけるやつや。ただ大丈夫やと思う。カラスいけます。うん、オッケー。うん、あ、ここ洗うな。ほんなら、こっちは洗ったんやな。向こうに行ったんやな。風花、じゃあホース持ち頑張って。風花、外壁洗ったりした？何回か。ちょっとだけ、どうやった？別に普通別に普通？難しかった疲れるやろ。そう、疲れるのな。さあ、結構爆裂が大変やけどな。うん、あーすげえ、ここここすごい、ここすごい、やば、すごい、ここが一番すごい。これはな、現状の時に揉めよったやんな。鉄筋もほら、見えとるしな。雨漏りやな、やっぱ雨漏りが。すげえ、こんな感じかな。うん、まあ、ちょっと、塗装のやりがいはある。すごいな、な。鉄筋はやっぱあるよな。実際ちょっと見えてないところとか結構出てくるね。うん、やってみながら、あ、ここも悪いとか、あそこも割れとるとか出てくると思うから。そうっすね。そう。まあそんな感じで。結構かかると思うね。1ヶ月がかかるんじゃない？1ヶ月は見とった方がいい。見とった方がいいな。うん。やること多いし。やること多いしな。うん、まあこんな感じでちょっとやろう。やっていきましょう。はい。うん、ではでは、うん、またあれやな、これも施工終わった後に動画が撮れれば、うん、時間が撮れればちょっとまた見たいな。うん、見てみたい。あ、そんな感じで楽しみです。マリマリやっちゃいそう。さあ、工事が終わったんでちょっと見てみる。見てみましょう。見てみますか。はい、で工事終わって足場の解体が3日4日後で、ちょっとすぐに解体できんけん、ちょっと分かりやすくシートだけはちょっと抜けさせてもらって。シート邪魔やもんね。そう、シートも邪魔やし、うん、お客さんがこうパッと見た時に出来上がったのも見れるし嬉しいや。うん、そういうのもあって抜けとんで。お、うん、親切。そう、いい感じやろ。ちょっとじゃあ見てみますか。綺麗やろ。綺麗な色で。じゃあ行きましょうか。行きましょう。しかし大きいよな。でかい。でかいよな。もう結構かかったな、日数が。だいたいもう1ヶ月ぐらい。ああ、うん。これだけの規模になったら、そうそうそう、さすがに。さあ、そしたら上がる。いいかな。行きましょう。前回この辺も結構爆裂になっとったけど、あ、切れ仕上がっとるやろ。おお。こんな感じで、トイとかもな、同じ同色で。パラペットがマスチックで仕上げて、うん、そうそうそう、基本的にはウール仕上げなんや、うん、ウール仕上げなんやけど、パラペットって爆裂だらけで、もうほぼほぼ左官仕上げしたんやって。左官で仕上げたから、もう柄も模様もついてなかったから、ここだけはちょっと一応サービスでマスチックつけさせてもらって、はい、ちなみにウールは3回塗り。ウールは3回塗り、マスチックは4回塗りで。いや、3回これ塗りなんやけど、うん、ちょっと下地も怪しかったから、うん、一応シーラー一発入れて。ああ、実質4回。そうそう、実質4回。
シーラ入れてサーフ1回入れて中縫い上縫いの4回縫いで仕上げたって感じ。めちゃくちゃピカピカや。そうよ、なんかこれ一応水性なんや仕上がりが。これ毛向き？そう向き。あ、やっぱり向きのツヤがある。向きのツヤやろ、うん、これ溶剤と変わらんツヤやろ。やば、すごい。すごいやろ、このトルーはほんまにすごい。まあすごいな、溶剤やな。これちょっとカメラではちょっと分かりづらいかもしれないけど、実際触ったり見たりしたらもう水性なんか溶剤なんか分からんもんな。塗膜の厚みが全然全然違うよ。前回の動画でも多分言ったけど、水性って水性感が出るけど、この塗料だけは水性感が一切出るのな。で、すごい、これはすごい。手すりもないい感じに綺麗。これは何色？チョコレート、ギリチョコ。ギリチョコ。ギリチョコで、俺らのオリジナルのチョコ。オリジナルのギリチョコ。こう防水も防水はしてないんやって、あのトップコートだけの塗り替えなんやけど、最初見積もりしとったが、うん、でただあのガラスマットのメッシュがめちゃくちゃ見えとって、ただトップ だけでは収まりつかんなと思って、うん、でちょっとサービスで樹脂は1回塗った。あ、めちゃくちゃ綺麗。綺麗やろ、うんうん、すごい。めっちゃ弾いとるし。めちゃくちゃ弾いとるやろ。雨降った次の日とか特によくわかる。こういうストレーナーとかも一緒に塗ってあげて。あ、こんな感じ。新品みたい。新品みたいよ、うん、でこう実はな、ここってほとんど段差ないやろ。これ実はあのアングル入っとんやって。あ、ほんまや。アングル入っとって、うん、で最初どうしようかなと思って、お客さんの予算とかもあったから、うん、一応ここから結構雨が入っとって雨漏りして爆裂しとるって感じだったんで、うん、でここを一応コーキングを入れて防水のトップっていう塗り方の予定やったんやけど、ここにコーキングするだけではまた切れたりもするからちょっと怖いなと思って、あの、まあ、一応これサービスでこの天板だけあのウレタン防水じゃん、段差ないやろ、もう完全に埋めまくっとる。質感もちゃうし。そうだけど色も揃えとんやけど、こっち FRP なんやけどこっち売れないけど全然分からんやろ。分からんやろ。見た目も綺麗やろ、うん、低予算でこれができるからすごいなやろ、うん、やっぱやり方一つで、うん、全然予算内で収まったりとかできるんで、すごい、うん、これ綺麗。すごい こっちの手すりもな、最初すごいサビとか出とったり剥がれとかあったんやけど、めっちゃ綺麗に仕上がって、うん、綺麗、うん、やっぱサビ止め大事やからな。2液の変性エポキシ樹脂取るから、うん、スーパー防水、スーパー防水でいっとるから、うん、アルミも実はアルミもステンレスも塗れるっていう材料やから、うん、塗らんけどね。ちょっと怖い。塗らんけどね、一応塗れるっていう材料。トイも同色で綺麗。光っとるな。これも向きで、これも向きで塗って、まあ、トイはもちろんあの溶剤で綺麗、うん、水性は塗れんからね。あ、すごい、すごいな。めちゃめちゃ水はじいとる。ふーちゃんが塗ったとこ。そう、ふーかがこの辺全部塗った。綺麗塗っとるな、うん、綺麗。しっかり柄もついてるし。そう、この辺でやっとったな。おお、やっぱしすごいな。天井までやっぱ湿気濡れとる。湿気溜まっとるな。そら、うわ、そら剥がれるわ。すごいな。わかるかな、うん、どうかな、わかるかな。あ、でもちょっと、うん、わかる、ちょっと映っとるかな。映ってる。あ、映った映った。すごいな、天井まで湿気取るから。普通の家の軒天井もこんぐらい湿気がつくってことや。そうそうそう、だからカビたりするから防カビ剤配合の塗料がいいっていう感じ。これもな、網戸破れとったんって、張り替えてあげて。張り替えたら意外と高いけんね。そうそうそう、うん、そうなんて、業者に頼んだら高いから、まあ、塗装のついでにな、うん、あの俺らこんなんもできるから一緒にやったりとかしてあげたら。ホームセンターで頼んだら多分2000か、多分1枚2000とかぐらいやったかな。意外とする、うん、そうそうそう、意外とするよな、うん、
で何箇所もあったりしたら、うん、結構な金額になるからな、うんうん、一緒についでにしてあげたら喜んでくれるから、うん、最初見た時ここの爆裂がほんますごかったんやって。あもう左官屋さん大変やったけどな。ビフォーの写真が右ぐらいに出とるとは思うけどそうああほんまや、うん、すごい綺麗になった、 で最初左官屋さんに頼んでやっぱ爆裂ってあのまあ一応検査もするし調査もするんやけど、うん、で施工しながらここもあの爆裂あそこも爆裂でどんどん増えていくやろ。で左官屋さんが泣きながら爆裂ってまだあるのみたいな鉄筋はやっぱ無限に出てくる、うん、そうそうそう、うん、あこういったフードも塗ってあげたりとかその奥のフードも塗ってあげたりとか、はいはい、うん、で、うん、綺麗になってここはあの溶剤ここ溶剤これはもう全部溶剤で錆止めちゃんといって綺麗やな、うん、綺麗。このほら出窓の天窓もこれも向き、うん、これも全部オール向きやからな。すっごい艶、うん、艶すごいやろ、うん、超綺麗めっちゃ綺麗やな。バッチリ、うん、バッチリこれは喜んでくれるな。でここはあの材料が KF ケミカルのセミフロンスーパーアクアっていう水性の向き塗料なんや。で色の番号が SC13 っていうちょっとあの赤みがかかった薄い色クリーム系であるけど、うん、ちょっとだけ赤が入ったちょっと赤かったすごい綺麗な色やろ、うん、綺麗、うん、好きやけどな結構、うんうん、好きな色かな好きな色やな、うん、もう好みもあるけど超綺麗はいこんな感じで綺麗に仕上がりましたな。うん、綺麗に仕上がったやろ。もうでかいな。そう、1ヶ月かかった。爆裂とか、そう、爆裂とかがあったからなかなかで雨もの都合もあったりとか、だから結構時間かかったけどな。もうやっとこう仕上がった感じやけど、でもまああの完璧に仕上げたかなっていう感じなんで。うん、バッチリです、うん。そしたらまたこんな解説動画を上げていこうかなと思うんで、またよかったら。見てください。はい、見てください。はい、さよなら。さよなら。ぬるぬるチャンネル登録お願いします。